はい、皆さんおはようございます。今日はですね、11月1日ということで、パッサンのね、結婚式、親善式なのかな、住吉大社でやりますので来てます。ちょっと時間ギリギリなんで今帰ってきます。パッサンおめでとう、イエーイいやー、天気良くてよかったですね、パッサンね。いや、僕たち来る側もね、天気良くてよかったです。こちらが、住吉大社ということで、すごいですね、この巨木。そしてあのね、超派手な、パーカー着てるのがかの橋爪大輔さんです。大ちゃん、おはようどうです今日は今日はでもいい天気でね、本当に親善式日和になったんじゃないかな、ありがとう、ありきたりな言葉でこれ買ったんですよね。買った、使いやすいですか。そうね、結構360度結構今ちょっと一生懸命、意外とあの手ぶれがないから楽、結構これ動いて撮るから。いや、いいっすね。迷ったんだよね、でもどっちかというと動いてやる方やから、そう。あ、ニコちゃん、どうですコメント。今日はね、綺麗な清掃で、これが普段着ですよね。これが普段着っていう。家にいるときいつもこんなんなんです本当かよ本当。何か一言。え、何か一言、はい、どうしよう。あのあれだね、マスクもなんか清掃のマスクだねどうされました。俺もそれ特注ですか。あ、本当、ごめんなさい、変なツッコミで気づいたらけ、偉いでしょ。池へようこそ。あ、いや楽しみですね。はい、はい、おめでとうございます。本当におめでとうございます、パスさんね、そして美佐子さん、本当におめでとうございます。なんかね、パスさんの YouTube で、なんか生まれた故郷かな、の動画を見たことがありまして、まあそれを見て今日の結婚式につながってるのかなと、なんかね、里加藤さんからね、パスさんへとね、
まあそんな感じですね。いや良かったです、本当におめでとうございます。これからもね2人お幸せに、お暮らしくださいということで、佐々木よしゆきでした。じゃあねパスタ美佐子さんおめでとう。